ササンがつけているのが素敵すぎる、竹エ美。家族を出かけコーデ披露で高広のネックレス着用か俳優の竹エ美、30が16日までに、ファッション誌、ベリー、8月号、公文社、の公式インスタグラムに登場。家族でお出かけコーデを披露した。この日、同アカウントでは、 ベリーエイト、ガツ号の表紙は、竹エミさんいつもハイセンスな竹江さんの私服には注目が、週待っていますがこの日は撮影後にご家族でお出かけ、ということでカジュアルな装いが新鮮でした、と綴り、私服を着こなす竹江の動画を公開。動画は5月に撮影されたようで、竹江はショート状でベージュのトレンチコート、黒のカーディガンとデニム、黒のサンダルというコーデ、 家族でお出かけするためか、シンプルかつカジュアルな組み合わせだ。武井さんといえば、夫の永遠高博39、3との夫婦仲が伺えるエピソードをたびたび披露。昨年12月に、ベリーの公式インスタグラムで、クリスマスについて明かした際には、子供たちと共に、高博さんのサプライズ演出をそわそわしながら待っていると明かし、隆広さんに対して煽っちゃってるかな と冗談めかした発言をしつつ、でも、家族みんなで過ごせたら、それが一番嬉しいです、とコメント。今回披露した家族でお出かけコーデの動画でも、幸せそうな笑顔を見せており、相変わらず家族仲がいいのでしょう。女性誌ライター。武井さんの家族でお出かけコーデに、ファンからは、さちゃんの笑顔に癒されますし服もとっても素敵ですね。ずっと可愛い。と好意的な声が寄せられている。 さらに、家族でお出かけの言葉が刺さってしまいました。高広さんのネックレスを奥さんである佐さんがつけているのが素敵すぎる、といった反応も上がった高広のインスタグラムでも、今回、多形が着用していると思われるゴールドのコインネックレスを身につけたショットがたびたび、アップされていることから、夫婦でアクセサリーを共有しているのかもしれない。